パリ,ゴリン後の電撃引退を発表したバレーボール女子日本代表、古賀紗理那、28歳、は、主将として時に強い言葉でチームを鼓舞してきた。それは、ただひたすらに強さと勝利を求めてきたから、彼女が抱く最後の目標への熱き思いに迫った。発売中のナバ、no. ー1 1 0 1号、キャプテンの本会、古賀紗理那、私の目標はメダル一択。 より内容を一部抜粋してお届けします。絶対にメダルを取って、最高だったね、で終わりたい。その夜、小笠里奈は雄弁に語った。約1ヶ月後にはパリ五輪が開幕する6月29日。本番へ向け最後の国内合宿が行われるナショナルトレーニングセンターに、リザーブメンバーの山岸茜を含む13人の選手と、真鍋正義監督以下、全スタッフが集結した。 ミーティングの議題は、パリ五輪出場という大きなミッションを成し遂げ、本番の大舞台ではどんな目標を掲げるか。まず真鍋が全体に向け、前回の東京五輪を踏まえて、ベスト8を目指すなら1ステップ、ベスト4なら2ステップ、メダルを目指すならば3ステップ上がらなければならない、と述べる。その上で何を目指すか、監督が目標を与えるのではなく、 全員をランダムに5つのグループに振り分け、話し合いをスタートさせた。古賀の席には山岸と、協会委員長の中村隆、ストレングスコーチの木下浩二がいた。古賀の中では迷いなどない、むしろ全員が、メダル獲得、と積極的な意見を出すかと思いきや、周囲の反応を気にして、誰が話す誰から言うという沈黙が続く。 唇を切っったたのは中村員長だった僕は女子バレーボールの強化委員長として、JOC にメダル獲得が目標です、と伝えているからね、それならはっきり言えばいい。しびれを切らした古賀が、前のめりに話し始めた。メダルじゃないんですか私の目標はメダル一択。メダルの色は問いません。でも絶対にメダルを取って、最後にこのチーム。 最高だったたねでで終わりたくないですか私はそのイメージしかないです。メダル獲得っていうのは恥ずかしいですか私は全然恥ずかしいことじゃないと思います。たとえ無謀だろ、身の程をわきまえろと世間から言われたとしても関係ないじゃん。って私は思います。一気にまくし立てるうちに、自分でも止まらなくなった、と笑う。そもそも目標を設定すると言われた時から、メダルじゃないの。 って思っていたからなんでみんな言葉にしないんだろうってむしろ不思議だったんですメダルという目標に向けてチームみんなで頑張ったことって絶対に残るから私はそういうチームを作りたいですってめっちゃ熱く語った選挙かよと思うぐらい熱弁しちゃいました笑